演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。本日の本命と言いますか、米の商品の米のピザとピザトーストを食べたいと思います。どちらもチーズたっぷりに美味しそうですね。なんかトーストの方が豪華に見えますね。やっぱりちょっとお値段も若干高いからかな。で、ピザはこんな感じですね。切れ目は見えますね。親切。それでは、そうですね、中に卵サラダ入ってるんですね。でも大肉で持てない。ではいただきます。トーストの方ちょっとでかすぎです。中に入りすぎじゃないですか。ピザの方はシンプルですね。続きましてはピザです。普段は割とシンプルなので、ピザも薄いので。では、あ、先にピザの感想言っちゃいましたね。だけどもう一パンチあった方が良かったかな。こちら、コメダコーヒーの網焼きチキンホットサンドを食べたいと思います。まだまだ他にも来るんですけど、とりあえずこれですね。はい、やっぱり普段のメニューはどれも大きいですね。これは食べ応えありそうです。それでは、肉の分厚さがすごいですね。いただきます。お肉の食べ応えが満点ですね。照り焼きも程よい甘辛さでいい。こういうお肉本当に好きです。こちらの米付きバスケット、バスケットじゃないですか、米ポテトセットですね。これとはなんか店舗限定みたいですね。なんでなんだろう。定番メニューだと思う。こちらのチキンナゲットも美味しそうですね。こちらは単品とか、あとミックスセットもありますね。でもこれも美味しそうです。それでは、さっさといただいちゃいます。チキンナゲットでここまでジューシーなのってあんまりない気がしますね。ポテトもサクサクで、ファストフード店よりよほど美味しいです。で、また先に感想を言ってるし、でもほんとサクサクホクホクなんですよね。ほんと、もっと食べたくなる。こちら、アイスとクリームコーンなんですね。アイス、紅茶の上にチョコクリームって初めて見る気がしますね。コーヒーとかな、そういう。どんな味なんだろう。これは気になりますね。では、溶ける前にいただきます。コーヒーや私は苦手ですが、炭酸飲料とはまた違ったフロートですね。紅茶がさっぱりしていて、本当にソフトクリームが混ざると美味しい。ピザトーストは中にたっぷり卵ペーストが入っていたのですが、それが逆に裏面に出て、なんかものすごく持って食べにくい状態になってしまいましたね。上の方に持ってる野菜とかもシャッシャッしてて美味しいんですが、いかせ卵ペーストが大きすぎて一気に食べられない。市販のピザトーストならどこ一気に手軽に食べられるんですけど、あれはそういうのじゃないです。ちょっと思ってたのと違ったのが残念でした。卵ポテトで無理にボリュームを出す必要もなかったのかなと思いますね。それぞれは美味しいんですが、ちょっと全体的にバランスが悪さが残念でしたので、こちらもテストさせていただきます。そして米田ピザは、これはどちらかというとシンプルな味わいで、サクッともちりとした生地の中からチーズや野菜の旨味、そしてベーコンの味が口の中に広がってきて美味しかったです。ただもう一パンチ何が欲しいかなとも思いましたので、まあ、ピザ屋さんみたいにして気を出ないとは言いませんが、こちらの点数をさせていただきます。お肉が本当に分厚くて、照り焼きの中でも甘辛く、キャベツもちょうどいい感じで食感が残っていて、とても美味しかったですね。しかし捕まると大きいな。それでは続きまして、米チキは噛んだ瞬間にじゅわっと肉の旨味が広がって、ポテトも太めでジャガイモのホクホク食感と外側のカリッとした食感を同時にうまく調和してくれて、とっても美味しかったです。まみのファストフード店より美味しいですね。というわけで、これはどちらもこちらの点数とさせていただきます。それでのソフトクリームはちょっとシャリシャリとした美味しさがある米田コーヒーのおなじみのソフトクリームで、下の紅茶は混ざるとコーヒーとはまた違った味がになりましたね。もちろんミルクティーともまだいわゆるクリームとも違った、なんとも言えない独特な味になってきました。
なので変わった味のソフトクリームフロートとしてぜひおすすめですね。で、この紅茶は甘味を抜くこともできるんですが、自分はソフトクリームの甘さを味わいたので甘味を抜いてみました。やっぱりその方が良かったですね。まあ甘味を飲んだことがないのでまだ断定はできないのですが、ソフトクリームにもともと甘味があるので甘味を抜いた方がいいかもしれません。というわけで個人的に大満足なフロートでしたのでこちらも点数とさせていただきます。なんか主食系よりフロートの方が点数高くなっています今回。というわけでどれも美味しかったんですがやっぱりボリュームありますね。ごめんなコーヒーいろいろ食べるときは注意しないとな。まあ一気にいろいろ食うかっていう話なんですけど、ね、というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。塩分大人数。